ということでですね、皆さん、ちょっと今回は久しぶりに、ドリフトスピリッツを、ちょっと見たいと思います。ということでですね、ちょっと今回の、企画なんですが、まあやはりですね、まあドリフトスピリッツはもう正直言ってすごい課金が必要なゲームです。この新しい車とか強い車を手に入れるためにはすごい課金が必要なんですけど、まあやっぱりですね、こう無課金で楽しむにはどうすればいいかというところがあります。そのためには、まあこの無課金をしなくても引けるまあガチャがあるんですけど、そのガチャで手に入る車で、かっこよくなるですね、車。まあこれも完全にかっこいいっていうのはまあ僕のちょっと個人的な感想というか、まあ、感覚になっちゃうんですけども、まあ僕がこの車はレアリティを上げるとかっこいいエアローがつけれるよっていうのをちょっと今回はですね紹介したいと思います。こういろいろですね、まあガチャっていうのはあるんですけど、課金をせずに手に入る車ですね。で、まあ、まあ確かにまあ課金しなくてもゴールドはまあ貯めれるんで、まあこういうですねゴールドオーダーっていうのも引くことはまあできるんですけど、まあ、ちょっと今回そのゴールドオーダーはなしにして、この11連無料化オーダーっていうのですね、あります。これあります。でプラチナオーダー、これも入れておきます。で、これですね、車確定チケットオーダー、これも入れます。でこの CP オーダー、まあ、これ一番簡単にですね、まあ、手に入るこのカーポイントっていうのを使って引く、まあ、オーダーなんですけど、まあ、これらのガチャで手に入る車を、基本的にはですね紹介したいと思います。まあ、全部じゃないんですけど、今回何個か適当にやっていきます。で、ですね、今回はこのレアリティ上限まで達したやつを、お見せしていきたいと思います。で、まあこうですね、まあ僕がまあ選んでいくわけなんですが、まあ基本的には日本車でいきます。ガレージに出してる車を今こう眺めてるんですが、例えばですね70スープラ、これ結構かっこよかったですよ。見てみますか。いきますよ。どうですかねこれまあ確かにまあこれはまああのそんなめちゃめちゃかっこいいというわけではないと思うんですけど、あのこうリトラがですね外されます。リトラがちょっとまあ見てみましょう。純正がですね、こちらです。でボディキット A がこんな感じ。まあこれはまあちょっとまあウィングはまあかまああれでかいです。でボディキット B がこんな感じ。まあこれもですね、まあ結構いいかなと思いますけどね。で C が困難ということでですね、まあこれがいい。あちょっとまあ色も変えてみましょうか。色黒があって白があって赤、緑、赤、青という感じですね、なっております。まあこういう感じで見ていきたいと思います。はい、こちらですね NA ロードスター、これもなかなかいいですよ。決まってますよ。はい、こちらですね、こういう感じ。まあこれはボディキット A なんですよ。だから星6でこのかっこよさになるということなんですけど、まあ純粋はですね、まあこういう感じの、まあ普通にNA ロードスターやなっていうのですけども、 A でこんだけかっこよくなると、 B がですねこういう感じですね。ちょっとこうあの半目リトラ、うん、であのマフラーもですねぺちゃんとこう潰してるけどチタンなんです。 A、B、そして C がこんな感じでもうリトラを完全に取ってしまってですね、結構低いんですよね。うん、これでオーバーフェンダーもついております。ノーマル車はですねこのオーバーフェンダーに合わせてこうタイヤの距離が移動するっていうのはないんですけど、まあ一応ですねこれオーバーフェンダーで、まあカラーリングとしては、まあ、僕これ深緑してますけど、赤、青、白、シルバー、深緑とこういう感じになっております。さあ、もうですねガレージの方に、レアリティ上限のですね、ガチャで出てくる車がなくなったので、次はカーボックスで行きたいと思います。まあカーボックスで行きたいと思いますって言っても、この完成日本車っていうところに73台入ってるんですよ。レアリティ上限の車がこんだけおります。ということで、まあこんだけおりますこんだけおります、カーボックスの中に。でこれを紹介していきたいんですけど、まあ星7は逆に言うと大変じゃないですか。こっち側からいきたいと思います。まあ僕がですねこれをこうパッと見てこれは良かったよって思うのは、まずこの DC5 ですね。これ結構意外といいですよ。ほらどうですかこれまあフロントとかはですねいいと思うんですけど、まあ、リアはちょっとまあこのウィングもちっちゃいかなっていうのはあるんですが、まあいい方やとは思います。純正がこれですね。で A と B は正直あんまり僕の好みではございません。こういう感じですね。ただ星6プラスプラスにするとこれ C、まあ、これ結構いいと思いますね。まあただ XD を持ってる方はもう XD のボディキット A で似たような感じなんでそれでいいと思うんですけど、
はい、こちらですね、ランエボ8なんですけど、まあ8もですね、レアリティ上限まで行けば、うん、結構かっこいいと思います。これはですね、純正は、まあこういう形ですが、ボディキット A は、こんな感じですね。ちょっとおかしいです。B はですね、これ前はまあいいかなと思うんですけど、後ろがですね、ちょっと微妙なんですよね。で、C がこんな感じで、結構かっこいいですね。カラーリングとしては、グレー。シルバー、白、黒、赤となっております。でこちらがですね、エボ9でございます。まあ、ちょっと似てるんですけど、並べてみるとですね結構違うという感じで、これは一番かっこいいボディキット C ですね。チタンマフラーもついております。で純正はですねこういう形なんですが、ボディキット A がですねこうラリー系ですね。ラリーのライトがつくと。ボディキット B はこれもおかしいですね。まあ、リアはまあ、変わらんのか、リアは変わってないですね。これはおかしいんですが、ボディキット C もなかなか活かしているという感じでございます。で、もうついでにですね、このエボ10も、これもいいですよ。ほら。これボディキット C なんですけど、純正がですね、こういう形で、ボディキット A は、またこれもラリー系な感じですね。ラリーな感じ。ボディキット B はまたこれおかしいんですけど、 C でですねまた一気にかっこよくなります。まあちょっとこういうスタイルが好きな方はですね、エボ10これもおすすめですね。はい、こちらはですね S15 なんですけども、S15 もですね結構これかっこいいですね。純正はこのような感じですが、 A がですねこれです。 A の段階でもまあまあいけてますね。そして B がこれ、うん、これはいけてますよ。で C がこれということでですね、後ろ見てもらったら分かるんですけど、ウィンカーの部分にですねスポイラーが乗っかってます。でカラーリングとしてはブルー、イエロー、ホワイト、レッド、グレーという感じになっております。はい、これはですねハコスカですね。ハコスカもこれボディキット C 結構活かしております。純正はですねまあこういう形なんですけども、 A、これ A はですねなんかちょっとアメ車っぽくなりますね。で B はこれなんか四角くなるんですよ。こういう箱スカもですねなかなか見ないのでちょっと新鮮なんですけど、で C がこういう感じですね。チンスポイラーがつくと。でオーバーフェンダーもちょっとついてますかね。前がオーバーフェンダー化してるのかな。うん、なかなかいいですよね。でカラーリングとしては、白、赤、グレー、イエロー、ブラックということですね。結構いい感じとなっております。はい、こちらですねレガシーなんですが、これもまあ結構いけてるんじゃないですかね。星3で手に入る車なんで、純正がこんな感じなんですけど、 A がですねこんな感じで、うん、まあ、A も結構いいと思います。 B がこんな感じ、これも、ね、なかなかいかつですよね。で C がこういう感じと。カラーリングの方はですねグレー、ブラック、まあ、こういうあの明るいブルーですね。濃いブルー、明るいブルー、で白、まあ、こんな感じです。さあこちら GC8、 これもですねなかなかいいんですよ。これほらこれもなかなかかっこいいと思いますね。純正はこんな感じ。まあまあもうまあ GC8 まあ純正でも十分かっこいいんですけど、例にするとですねこういうラリーライトが、ラリーな感じのライトがつくと。で B はちょっとまあちょっとまあバンナム感出てますね。まあ、ちょっとまあリアはあの迫力はあるんですけど、まあ、ちょっとまあ微妙かな。ただ C がこれいけてます。 C はこれなかなかいいですね。うん、これは僕はちょっと気に入っております。はい、ちょっとですね最後は冬をついて GTO でいきたいと思います。これ三菱のですね、まあ、なかなか恐ろしい車なんですけど、まあ、ちょっとこれはですね、ボンネットの、このなんか、あの、金色の悪魔は、ちょっとまあいらないなっていう感じなんですけど、この赤のラインがですね、結構かっこいいので、まあ、このラッピングをありにしてるんですけど、これですね、ボディキット純正が、まあ、こういう感じ。ちょっとまあ黒なんで、ちょっと見にくいかもしれないですけど、ちょっと見にくいかな。ちょっと赤にします。で、これまあ、ボディキット A は、もう、ほんまにおかしいんですよ。なんやこれっていう感じなんですけど、で B がこれですね、まあ、B も結構、うん、いけてるの。ちょっとラッピングがあの微妙ですけど、で C もですねこういう感じです。ほら
これ結構あいいなと思った方いてるんじゃないですか。で D がこういう形ですね。今ちょっとまあカラーリングもちょっとラッピングついてる状態ですけど、まあこんな感じですね。まあ、ちょっとまあ青と赤っていうのちょっと色が気持ち悪いんですけど、はい、ちょっと今回ですね、まあ無課金でも手に入れれる、まあ僕的にかっこいいなと思う車をですね、ちょっと紹介させていただきました。まあこれがまあ全部ではないんですけど、まあとりあえず第1弾ということでですね、こういう感じの車はまあなかなか。で、これまあリアリティを上げるのはですね、まあ前回昔にも動画を上げたことがあるんですけども、まあそろそろですね、この車の剛性っていうところにもアップデートが入ってすごいやりやすくなるらしいんで、まあそれが入ったらですね、皆さんもちょっとこの車かっこよかったなっていうのがあったらですね、ぜひともちょっとリアリティを上げてですね、いい車をですね手に入れてみてください。